どうも皆さんこんばんは、エネムです。今回も超人 X の考察をやっていくんですけど、東覚醒からの21、22、23話は怒涛の展開でしたね。23話のタイトルは QEF 以上で終わりという意味です。 QED はよく聞きますよね。証明終了という意味です。 QED に対して QEF は同じ証明終了という意味なんですけど、完全ではない証明終了になるようです。さて、東は時代に対して僕と戦えと言っており、何かを証明しようとしていました。東は一体何を証明したかったんでしょうか。少し遡りますが、超人 X 第19話の冒頭では、今まで東が獲得してきたであろう数多くのトロフィーや賞状、優勝旗を睨みつけている描写が描かれていました。この描写を見るに、東は狂気的とも言えるほど勝利への執着心があることがわかります。何でも完璧にこなし、ずっと時代の憧れの存在、ヒーローであり続けた東ですが、時代の超人化をきっかけに劣等感を感じ始めていたんだと思います。第1話では自信たっぷりな東ですが、第3話から今に至るまでたびたび見せていた不穏な表情や言動は、自分が時代の憧れの存在でなくなっているという不安から来ていたのでしょう。東の自覚が顕著に現れているのが第16話での、さすがに動物には勝てないなという発言。これは路地裏ですれ違ったハイエナに対しての発言ですが、ハゲタカの超人になった時代に自分は劣ってしまっているという自覚の現れがこの発言になります。東が持っていた劣等感は、時代が超人になってから芽生えたものではなく、子供の頃から感じていたようです。第22話の腕相撲の回想では、東の相手を時代がすることになりますが、当然東が勝っています。しかし他の子たちが東の相手にならなかったのに対して、時代は意外にも善戦していたようです。周りの子供たちは東が手加減したと言っていますが、東だけが確かに時代の実力を感じ取っている様子。時代との腕相撲の後、しびれる自分の手を見つめる東。時代に負けたくないという気持ちがこの腕相撲の瞬間から始まったと思われます。時代は常に運動も勉強も東に合わせてきました。しかし超人になってからというものを、時代は自分で考えて行動するようになり、東の後ろにべったりついていくことはなくなります。時代に置いていかれたという気づきが、第22話のなんでお前は僕を見下すんだという発言につながったのでしょう。戦え時代、戦って証明させろお前が。ここで東の発言は時代の叫びに遮られますが、東はこの後何を言おうとしたのか。おそらくお前が僕より劣っているということだと思われます。つまり第23話 QEF、 勝利に対して人一倍執着心が強い東が証明したかったのは、自分が時代より優れているということ、自分の方が強いということ。QED ではなく QEF なのは、時代の気持ちを理解せず、東の中で勝手にもう自分は時代のヒーローではないと証明終了してしまったからではないでしょうか。時代はずっと東に憧れているままなのに、東は劣等感を拭いきれず、いわゆる被害妄想のような状態でしょうか。抱えていた悩みを自己完結してしまった東ですが、今後時代と敵対するのか、ヤマト森に収監されるのか気になるところです。では今回はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。